JRTT 船好き女子船嬢マリナルです。今日は青森県に来ています。ここ青森県の先には北の大地北海道があります。突然ですが皆さんは本州から北海道までどのように移動しますか？飛行機？鉄道？船？今回の動画では本州と北海道をつなぐのはJRTT が大きく関係していることをご紹介させていただきます。今回は私、船嬢マリナルに加えて、はい、ドボジョマリナルも登場します。ドボジョって聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんが、土木女子のことをドボジョと言います。皆さんよろしくお願いいたします。ではまた後ほど。ドボジョマリナルさん、ありがとうございました。後半戦はよろしくお願いします。それでは早速青森港へ移動します。寒い。青森と言ったらねぶた。青森のホタテ麺よ、食べていって。おいしそう。あ、間違えた。青森港青函フェリーターミナルへやってきました。ここから北海道函館へ向かうフェリーが出港します。今回ご紹介するこちらの船が本州と北海道を海でつなぐ JRTT との共有船はやぶさ2です。共有船とは海運事業者と JRTT が共同で建造した船舶のことを言います。過去65年間で共有船4100隻以上を建造しました。JRTT と青函フェリーの共有船はやぶさ2は2023年4月に就航し、青森函館間で活躍しています。従来船と比較し揺れを抑える設計となっているため、より快適に乗船できるようになりました。北海道と本州の物流シェアのうち海運は9割以上を占めており、さらにそのうち約6割をフェリーが担っています。フェリーはトラックをそのまま積み込めるため、下船後すぐに走り出せるのがメリットです。はやぶさ2では主に雑貨や食品などを運んでいます。時には家畜や競走馬、自衛隊車両も運ぶそうです。またトラックだけでなく一般の乗用車や旅客だけの利用も人気です。今から乗船します。船内歩きます。寝るとこがいっぱいあります。車椅子スペースもあります。あ、気候マーク見つけました。リクライニングもできます。うわー、すごい。下が絨毯になっててめちゃめちゃ広いです。ソファーもある。津軽海峡はマグロが有名ですが、ブリッジからマグロが飛び跳ねてる様子を見たことありますか？そうですね、結構跳ねてるのは見たことあります。冬の津軽海峡は海がとても荒れてるイメージなんですけれども、運航は大変ですか？ええ、大変です。波が結構大きくなりますので、すごく夏とは違って大変ですね。夏に比べてしけ出る期間が多いんで、冬はこうもう立ってられないぐらい揺れるんですか？そういう時もあります。函館港へ到着しました。 JRTT が海で本州と北海道をつないでいることはよく分かりました。では陸はどのようにつながっているのか、ドボジョマリナルに聞いてみましょう。ドボジョマリナル。はい、船嬢マリナルさん、 JRTT との共有船はやぶさ2のご紹介ありがとうございました。私は今回初登場するドボジョマリナルです。ここからは私ドボジョマリナルがご案内させていただきます。ここは北海道新幹線の現在の終点、新函館北斗駅です。綺麗なグリーンの新幹線が入線してきますね。ねえドボジョマリナル、北海道新幹線について詳しく教えて。はい、ではお教えしましょう。
北海道新幹線のいろはコーナー。イエーイ。北海道新幹線いろはのい。この北海道新幹線の駅、線路、トンネル、高架橋などなど、これらすべて JRTT が建設しているんです。さらに本州と北海道をつなぐ青函トンネルも JRTT が建設し、陸路でも本州と北海道を JRTT がつないでいます。さらにさらに、現在北海道新幹線札幌延伸に向け JRTT が建設工事を進めております。 JRTT は全国の整備新幹線の建設を担っており、北海道新幹線もその一つです。北海道新幹線新青森新函館北斗間は2016年に開業し、現在は新函館北斗札幌間の建設を進めています。途中4つの駅が設置される予定で、地域間のアクセス向上が期待されています。北海道新幹線いろはのろ、雪に強いんです。北海道ではたくさんの雪が降りますが、北海道新幹線新函館北斗札幌間では約8割がトンネル区間なので、雪の影響を受けにくいんです。さらに高架橋のような明かり区間でも、高架橋の下に雪が落ちる構造設計といった線路内に雪がたまらないような工夫が施されています。冬でも安心して乗れますね。北海道新幹線いろはの歯、実は人だけでなく荷物も運んでいるんです。一部の新幹線には函館で朝採れた新鮮な海産物や駅弁を積み込み東京へ運んでいます。スピードの速い新幹線ならではですね。皆さんご存知でしたか？北海道新幹線札幌延伸に向けて、現在 JRTT が安全第一で工事を進めております。それがこの先になります。その様子を少しでも皆様に知っていただきたいと思います。それではほんの少しだけ現場を覗いてみましょう。こちらが一の渡り高架橋の建設現場です。将来皆さんが新函館北斗駅を出発して札幌へ向かう新幹線に乗車する際、あちらの駅を出発して最初に通過するのがここ一の渡り高架橋です。こちらの工区の施工管理を担当している JRTT 北斗八雲工事部の小泉部長に本日お話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。工事を進めるにあたっては、安全対策や周辺環境への配慮が何よりも重要です。こちらの工区ではどのような対策を取っているんでしょうか？一の渡り高架橋では住宅、あと JR の函館本線がすぐ近くにあることから、住宅に対しては地域の方と密接にお話をしてですね、粉塵対策、防音パネルを設置して工事の方を進めています。 JR 函館本線に対しては被災っていうのが、最も危険なことになりますので、被災防止のためにですね、現地の方をしっかり確認して工事の方を進めております。周辺環境にも気を使って工事を進めているんですね。はい、しっかり確認しながら進めております。一の渡り高架橋を抜けると、ここ渡島トンネルに入ります。こちらの渡島トンネルは新函館北斗を出発して一番最初に入るトンネルです。ちなみにこのトンネルの延長 32.7 キロほどあるんですよね。この渡島トンネルは陸上山岳トンネルとしては最長の約 32.7 キロのトンネルになります。この渡島トンネルは延長が長いので7カ所から同時に工事を進めています。ちなみに新幹線は約10分で通過します。そうなんですね。じゃあ私が走ったらどれくらいかかるんだろう。新函館北斗から札幌は今は綺麗に整備されてますが、工事中の様子はどんなものだったんでしょうか。基本的な新幹線トンネルの作り方を見てみましょう。一般的な山岳トンネル工事は、地山の状態や地質の状態により機械掘削と葉っぱ掘削の大きく2種類に分かれます。機械掘削では重機でトンネルを掘り進めます。葉っぱ掘削では火薬で爆破することで掘削を進めていきます。爆破時に大きな音と衝撃波が発生するため、トンネルの工具地部に防音扉とシェルターを設けることにより自然環境、生活環境への影響を抑制しています。3、2、1、点火。
らに工事全体を通してさまざまな重機を用いるので、工事に着手する前に3次元シミュレート解析により作業騒音の広がりを想定し、その結果に基づき騒音の広がりを抑えるための防音壁を作業ヤード全周に設けています。掘削に伴い発生した濁水は薬品を用いて濁りなどを取り除き、きれいな状態にしてから近隣の沢に放流しています。また屋外にビオトープを設け、放流する水の一部を使用して在来動植物などを生育させることでも水質の適性を確認しています。わあ、上から見ると建設現場の様子がよくわかりますね。まさに営業中の線路の真横での工事なので、安全第一で確実に工事を進めてまいります。皆さんお疲れ様です。頑張ってください。ご覧になっていただいたように、 JRTT は海から陸から本州と北海道をつないでいます。将来は新函館北斗から札幌までをつなげます。つなげる JRTT、 今後ともよろしくお願いします。なんかすごいな。ここは新せーの、あ、間違えた、早いな。Thank you.